いです。まだご主人のお便りはないんですか？へえ、そうですか。あの長生のご両親は妹俳優のもまだねんの。もう帰ってなならんのんですけど、私らが痩せ出されたもんですさかい、分からねえないかと思ってますの。なんですか、何しあんさんの力になってくれはる人がおまへんねんよってな。それに子供はよう結核や言われてますしな。あ、ほんまに困ってしまいますわ。あ、これおばさんまたお願いします。へえ、質問でんのやな。マスモンではなあ、そうでんなあ。600円でどないです？もう少し出してもらえませんやろか。ほんと全部してまんねんで。何しなつもんですさかいな。それにこのごらさっぱり売れんようになって、税金ばっかし目の向けるほど取られて、これでは古着と一緒に首つらんならんって言ったあんた。もう50円だけでもお願いします。へんわ、とっても出まへんわ。助けてやってください。せめて分の卵代だけでもお願いします。よその店行ってみなはれ。そら500円ぐらいしか買わしまへんで。へっときゃな、奥さん、お金がおいるようならええ話がありますんやけど、どうなんです？ええ話ってどんなお話でんの？うばっかしではな、たまには取り込むことも考えんことには。ええお仕事がありまんのか？私何でもやりますわ、お頼み申します。ちゃんと信玄持って礼儀のええ人がいてはりまんねんわ。へえ、紹介しますよって。ああったらどうです？貸してくれはりまんのか？そら奥さんの腕次第ですがな。二度と忘れられんようにしやはったら。失礼なこと言わんといてください。ちょっとあはるだけでよろしゅうまんのやないかいな。みんなやってはりんで。人見てもの言ってください。馬鹿にせんといて。ただいま。どうやった？何分ぐらいに買うてくれた？600円ですか？安いやないか。しょうがありませんわ。皆さん、あんたさっきえらい前に怒ってたなかったけど、わざと出せるかなやったら急に出すわな。だけど他の店みたいにガツン儲かるとしちゃうやつはいな。もう結構、この子のことはなんとか私がしていきます。リンゴ買うてきたやで。まったぎやってんな、待ってなさいよ。おたまちゃんも買うてきたやで。それはあんたの店やからあんたなな、素直に言うね。飲んで回ってるんやったらその金出したらいいなんて思うてんやろ。そうはいかんがな。長い間戦争に引っ張られて心臓が高いしそれ打ち払えん。いくら弱みやや、ちょっと間違ったら暗いとこにぶち込まれんのや。下げぐらいに間違ってな。何っすね。せやで月々5、6千円消えれてやってるやないか。いや、もうあんた喜んでる。用事決断つってだ、いやん、医者が医者の言う通りに打たんかて。医者はそんなうまいこと言うよって薬代稼ぎようんねや。注射ボロいさからな。あ、先生、そんなことしはるつもり？あれもみんな同じやてよ。伝統にも取ってもろたんや。あんた、そんなのんきなこと言いはりますけど、この子にもしものことがあったら、あとちゃんに申し訳がありませんわ。何、どないしてんねん。生きてんのかよ、死んでんのかよな、お前。早く帰れったらよ、まあ、
何言ってんの。話しといてやって。お母さん、もう結構です。この子さえ元気でいてくれたら、私もそこで行って働くんですけど、思うように行きませんわ。もう何も言わんといてくれよ。
わな。うん。姉さん、姉さんじゃない。まあ、なっちゃん、姉さん、とうとう会えた。探したわ。ようま、達者です。よかったな。あ、なっちゃん、大和田の久美子さんよ。大きくなりはったやろ。大きくなったのね。久美子さん覚えてはりますか。ほら、朝鮮に行ってました妹の夏子ですの。ずいぶん変わりはって、うちちょっと分からへんなんだわ。それであんたいつ帰ってきた。21年の9月。帰ってきたら姉さんの家も焼けちゃってるでしょ。聞いても分からないし、お兄さんの会社がどうしても思い出せないのよ。困ったわ。それでお父さんお母さんどないしたはず。お元気にしたはず。な、どないしたはず。二人とも亡くなったわ。亡くなった。ええ、お母さんは終戦前にお父さんと一緒に引き上げてきたんだけど、どっちも栄養失調よ。大変だったのよ。ひどい目にあった。私も主人も子供も死なしてしもたんよ。まあ、お兄さんも。うん。それであんた今何してんの。ダンス。まあ、いるわ。姉さんは。そんなんでお家にいてもお母さんたちに迷惑をかけるばっかりやし、江戸橋の栗山商会の社長さんが親切に言ってくれはったんでな。お家を出てそこお勤めしてんのよ。社長秘書なんですって。素敵やわ。うちも工場辞めてどこどで働こうかしら。工場勤めてたんでは靴下一足買えへんし。今どこにいるの。アパートやわ。天下茶屋の姉さん、私も一緒にそこ置いてくれな。今お友達のとこにいるの。三女に4人ですよ。困ってんのよ。私は、私も幸せな家庭を持ってと思ってたんやけど、こんな苦労して会うとは思わなんだわ。ほんとね。でもお姉さんなんか何ぼ苦しみはった言うてもええわ。なんでです。楽しい平和な青春時代があったし、結婚もしよはったんや。うちらの青春はかわいそうやわ。戦争のお金でめちゃめちゃや。そんなことがあるもんですかいな。なっちゃん、服着て向こうで作った。うん、みんなこっちへ帰ったからよ。ええ服やわ。高いでっしゃろ。高いわ。これ作るのに前がしたお金ね。まだ半分期払ってないんだ。うちもダンサーになろうかしら。変なこと言わんときなさい、あんた。はい。おいでや。はいや。お客さんか。へ、まあどうぞ。まっちゃん、社長さんよ。あの、探してました妹ですの。うん。今日震災橋でひょっこり会いましてな。うん。ほんまに夢やないかとびっくりしました。そうか、そりゃよかったな。いや、姉さんから聞いていろいろ心配してましたね。ありがとうございます。えらい苦労しはりましたよ。ああ。踊れるといいのに。
何こんな服着て恥ずかしいわ。靴買って、お家へも帰りましょう。いや、うちもっと痛いわ。そんなこと言わんと早く帰らんとお母さんに怒られますよ。素敵やわ。いいな。クリーム使わないでよ。なんやな、ケチンボやな。ケチンボはあんたの方よ。買いなさいのは自分のものくらい。それは私の商売道具だもの。嫌だわ。私はお給金が安いんやもん。それで社長しよう。はざけないわね。姉さん、あんたの社長さんと契約があるんじゃないの。あんなこと言わんときなさい。何してんのよ。まるで脱いじゃったカムじゃないの。うちの社長とはそんな人と違うわ。何度皇帝夫人か。いえ、社長さん、ほんまに私をおもててくださいますの。当たり前よ。ほんまですか。何を言うてんねや。私、なんや心配ですわ。心配しいな。ん、お前かいがってやってんのに、この上どないせ。ん。よしや、かいがっとる、かいがっとる。社長はどこ行ったんです。ご存じありませんか。もう別に聞いてませんけど。あったな。何ですの。今中田さんから電話かかって、警察からガサに来るかもしれんって言うんです。ガサって。家宅捜索です。家宅捜どうなんですか。こいつはダメなんです。僕がいないと困るしな。それどうするんですの。あたしでは飽きませんか。どっかに持っててくれますか。これじゃなければごまかせるんですか。そんなはあたしのアパートへ。あ、じゃあお願いします。重いですが大丈夫ですか。え、大丈夫です。お願いします。
か。なっちゃん、なっちゃん、開けて、はよ、私。どうしたの、姉さん、今。何や、どないしたい。中田さんからお電話がありまして、今警察から捜索に来る言うてきましたって、これ持ってきましたん、ね、そこらしまっとけ。しもといたらやないか。なっちゃん、何してたの。何もしたしないわよ。隠さんかてええやないの。軽はずみなことはせんといてよ、うん、お父さんやお母さんが亡くなりはったとは、あんたのことは姉さんが見ていかんならんのやさかい。そうやろな、あんたが手分かってるやないの。私はもうダメなのよ。私の体はもう引き上げの途中でめちゃめちゃにされちゃったのよ。何度死のうと思ったか知れないわ。でも内地へ帰ったら幸せになれると思って帰ってきたんだけど、あのままどっかへ売られてた方がよかったかもしれないわ。私仁王さんでも何でもなるわ。社長さんがそんなこと言い張ったんか。そうよ、もう子供じゃない。私のことは私の思いをさせといて。なっちゃん、よう考えてちょうだい。なっちゃん、よう考え。うるさい。奥さん、どないしてはります。心配してましたで。あっちに。ご主人はご無事出したか。いいえ。あ、そりゃおかげで気楽になりましたわ。どうせな。おばさん、え、この前言ったはった、ほら、いつかのお話は。なあ、あるのか。いらっしゃい。今日大和のうちへ行こうかと思ってたのよ。あそこ行ってるのかもしれない。こいつとなよな。ねえ、あなた、本当に姉さんと待ったんじゃない。おい、あれへん、あれへん。どうして姉さん出たの。もっとわしに言うたって知るのか。誰。姉さんじゃない。こんにちは。
今あんたのとこ行こうと思ったのよ。姉さん行ってる？え？あ、行ってないの？お姉さんどうかしはった？あんたもずっと帰ってこない。いや。こんにちは。これ、あんたやってるか？え。まあ、ゆっくりしな。うん。うちのせいでジュと幸福を掴んだよ。ダメよ、あんたそんなことして。家のお金持ち出してきたよ。ここ置いてくれはらへん。まる、私だっておうちの方に悪い。私たちどうかしてるみたいに思われるじゃないの。ダメならええわ。うち好きなようにするわ。久美子さん、どこ行くの。久美子さん、落ち着いて。決めてへんねんわ。あんた、ほんまの学生？学士稼ぎなんですよ。もうこんなことして学校行かんならんのですからね。同情してください。大変やわね。そやけど、あんた、大阪の方でどこ行くか決めてないって、ほな一体どうしたんです？まさか家出しはったんやないんでしょうな。まあ、そんなとこ。そらいかんな。お尋ねしてお力になれんかもしれませんけど、聞かせてください。何や、心配や。よし、もう今日はあんたのために商売棒に振るわ。どうぞお茶飲みませんか。何でも作ってくれますよ。そう。ところが僕金持ってしませんね。なくてにおもらせへんわ。持ってくれますか。おっさん、ワイコさん来たのが。よお、気持ちいい。え、かぼか。え、ええだろ。いや、大したことあるんね。家で来てきよったらしいね。名前ちょっと持ってるね。今夜、どこ見せるね。そっちじゃない。店じゃ出せないさかいね。そっち。教授じゃないか。ねえねえ、お前はどうかや。ええ、ちゃん。ねえ。さあ、座んなさい。こうやったら安心や。酒もありますね。どうです？ちょっと飲んでやろうかしら。飲みますか？ええ。ビールも取ったで。あ、おきに。これ預かっとくわ。せやけどなんやな、見も知らん宿敷の学生と家出したお嬢さんが駅裏のこんなとこでコソコソしてるなんてロマンチックやな。
ほんまね。飲みなさい。え？飲んでないかな。飲ましてるか？大丈夫やって、大丈夫やって。な、もう一杯かな。もうあかん。大丈夫やって、大丈夫やって。次。
なあ言うてお世話さんになります言うにゃ。おい、言わなんだら出ても倍差したらへんぞ。あ、いいえ、言うねや。言わな、あんただけにそんなこと言わないこと。おい、なにこれ。間違えられてきたっちゅうのほんまやろな。うん、しょうがないがな。検査が済まな、なんぼ泣いてもわめいても返してくれへんの。ゆべ寝てへんのやろ。少し寝たらどうやね。
つらい。石炭鉱の庫内の断層に汚い石炭の粉にまみれない白い美しい花が咲くとどうすきゃございませんか。このようにあの人たちが純潔の尊さと美しさを知っていましたならば堕落しようなどと思ってもできなかったはずでございます。夜会が悪いとか生活が苦しいとか言いますけれども、何と言っても本人たちがこの朝は人気ございませんでしょうか。昔が悪いからこの闇の女の姿だけ遊びでパパにもしちゃうね。両家の人に与える影響は甚大でございます。それで我々純血教官たちは何やね、全国的に純血運動を起こしてですね、純血教官のおばはん、えらい悪かったな。院長、うん、君島夏子どうやねん。今の子か。あれ前の本間の妹やねん。今も話しとった。うん、そうかい。病気あんのか。うん、梅毒感染だよ。それにあの子は妊娠してるよ。妊娠。うん、まあ大事にしてやんなさいよ。ご主人はよう分かりました。いちいち困ったのです。しかしそれだけでは解決できない問題がたくさんあるんです。今の子の場合なんかも考えてやってほしいですね。そうよ、栗山の子よ。知らなかった。私昨日ものはいつも不純だったし、吐き気のあったのも二日酔いだと思ってたのよ。子供なんかできちゃたまらないと思って考えてたんだけど、でもさてできたと言われたらまるで変わったわ気持ちが。院長さん、病気もしっかり治せば差し支えなく子供を刺すと言ってくれたわ。このお腹に赤ちゃんがいるのかと。アホ、あんなやつの子、あんな畜生の子が産みたいのか。子供は何にも知らないわ。院長さん、引き取り人があったらすぐ帰ると言ってたわ。だから栗山に来てもらうわ。姉さんも一緒に引き取ってもらうように言うから帰りましょう。今までのことは水に流して。あんた勝手に帰ったらええがな。うん、ないかね。なあおばはん、うん、おばはん子供あんのか。あったけど二人とも戦死してしもたがな。そうか、そらかわいそうやな。なあや、そんなこと言って妙な気出したとは違うやろな。片桐か。誰がアホらしい。アホな、心配せんかってええって。心配しな、うん、なあ大事にしてや。また来るで。お気に。
山田君、竹中美智子、石田理恵、古島信子、大和田房子、大和田房子、大和田お姉ちゃん、うまいことやりよったな。早く兄ちゃん、遊ばへん？何言うてんねん。沼から遊んでたんかい。あ、奥さん、ほんまのとこ言うたら金ないのやろ。何や、山子張りな、カツ。ぼやぼやしいなや。おいおいおい。どうせしょうもないことで聞かされてこんなアホなことあらへんわ。なんやねお前、黙ってんと何とか言うたらどないねん。そんなにぐらい私もあんたと口引かない。なんでや。姉さんに会ったわ。聞いたわよ。みんな平気なのね、あんた。呆れた人ね。何言うとんねん。若い子気半で食うにも困るし、男も乗って寂しいやろう思って暗示をしたっとんねやで。こっちは功徳のつもりでやっとんねや。それこそ言うてもらえ、文句言われることあるかい。兄弟揃って暗示をしてもらったら喜びな。こんな気ない男あらへんで。姉さんはそれであんなことになったの。おやな、なおと戦火で食わしてあるのに。もっとも、わしが知るまではとうにパンパンになっとったやろけど。あたしら犬や猫じゃないわ。あたしもあんたの顔見んのもいい。嫌やったら出て行きな。じゃあなんぼでもええのはあるさかい。ところが出て行けないのよ。なんでや。病気も治さなきゃならない。それに。なんや。なんやねん。言うたらやないか。赤ちゃんも産まなきゃならないわ。なんや。子供できるんか。嬉しい。なあ、おろしてしまう。あんた、本気でそんなこと言うの？ほんまやわ。だったら、早いもんええわ。わしの知ってる医者があるわ。おろしてくれる。行こう。あ、行こう。いや、いやよ。ええから来んね。いやだったら。ええね。いやよ。いやだったら、いやだ。こんにちは。栗山さん。えらいことになったんや。アヘンの密輸の確証が出てしもたんや。んな、おくな。逮捕状持った。頼みます。確証もあるはずおまへんで。ところが上手の手から水が漏れてな、三宮の産業上がったんや。そっからや。まあ軽うて2年は覚悟せんだらんな。さあ行こう。しゃあね、行めよ。こちらは君の連れ合いか。いや、これは何も知らへん。まあ一つです。あんたも参考人として来てもらおう。さあ。これ見てんのか。あかんかんこんなとこ。知ってんのかお前。うん。この間お見つな。やろ。ああ、あいつは言ってたんやけどね、で帰ってきて言うてた。うらやみやねん。そらちゃんとした部屋もあるし、両茶飯もええ人やし、シャリもまあひどいもんやけど、お腹は普通だけくれる言うけど。そんなええことばっかりやないか。仕事せんならな。そうや、とにかく面白ないそうや。悩む監視ばっかりされてるようでな。
うん、朝はうつか？あほな、ただ見てただけや。まあ、えら病気にでもなったら行くという話や。ほんでまた逃げてくんやな。なんちゅうてもただ朝がこれだけはええわ。なんや、手のない顔してねえな。この頃あんたえらいむちゃくちゃに稼いでるいう話やけど、体壊してあかへんで。生意気言うな、ほっとけ。もうどないなったってかめへんねや。あ、もう死んでこましたきたいね。いろんな男の人連れてきては飲んではりますね。元気？今おばさんに聞いた。もうダメ、私もパンパンの仲間入りさせてよ。アホなこと言わんとき。姉さんどういっぱいさ、身の回りのもんまとめ。あんたは子供産みやな。さあ行こう。どこ行くのよ。千里山に婦人ホームがあるんやな。いやよ、私そんなとこ待ってやよ。黙ってついてきたらええねん。さっさち何すんのよ。それ嫌だってな。まっぴら自分になったらお夢に行けるの。まったき何すんのよ。みんな、りんちゃんさんの大満だよ。いや、ご苦労ご苦労。なってるね。まあ元気でやってくれよ。今日はね、院長みんなに喜んでもらおうと思ってお土産を持ってきたんだよ。院長さん、何持ってきてくれはった？兵の元、すなわちお芋。みんなお芋が嫌いじゃないだろ。お、君その後の感想はどうだね。良いよりいいだろ。こんなとこもないわ。そう言うなよ。いいとこってものは大体面白くないもんや。そこを我慢すればだんだん面白くなるね。君体はどう？へえ、大きい。だいぶ良くなりまして。うん、ほんまに、インテハンのおかげや。もう少しの間、病院に通ってくるんだな。あ、君、院長さん、タバコくれへん？うん、よし。しっかりやってくれよ。これから、今後に就職しても、いろいろ辛い目に遭うこともあるだろうが、負けるなよ。負けちゃダメだよ。あ、院長、ご機嫌さん。ご機嫌さんもないもんだ。人騒がしなことをしやがって。神来て。いつからここに来てるんだ？うん、違うね。今来たとかやね。足笑いにか？なしゃら、妹を連れてきた。ここで子供を産ませてやりたいと思ってな。それがそこまで来たら急にお腹が痛い言うてな。苦しみ出しよって。生まれんのと違うやろか。あ、そのことか。頼みました。
今じゃ頼みます。うなっちゃん、いいんじゃないですか。安心して。小塚さん、その部屋開けて。うなっちゃん、しっかりし。綺麗なお湯を水杯で。洋子さん。はい。君ちょっと手伝ってくれたな。はいはい。いいんじゃ。まだ安くですけど、大丈夫でしょうか。生まれてるものは生まれはしようないじゃないか。なっちゃん。さあ、君が出た。しっかりして。ね。君がやるといいか。うん、さあ、君が出た。しようと、お腹の中の子供は何も知らない。美しい生命となって、一生懸命に生まれようとしている。ねえ、こんな偉大な、気高い人間の営みが、もてあそばれたり、商売されたりして良いものかどうか。どうじゃ。サラリーカーに決まってるわ。そんなことせんかってええようにみんなしてしてくれたらええのよ。まともな立派な道を暮らそうとしてるもん、男言うたらな、女と見たらすぐおもちゃにしようとかかるよね。せやってお前は男という男に復讐してやってね。それで君は勝ったか。何が残った。汚れ果てた傷だらけの君が残っただけじゃないか。生まれたよ。お母さんは大丈夫だ。赤ちゃんは？うん。まだ病気が十分に治ってなかったんだね。でもまあよかったよ。子供は生まれてこなんだ方が幸せやったかもしれんわ。気落としなや。丈夫に生まれたかてやつき子は育たんよってんな。私産んでみせるわ。この手がちゃんとした本当の結婚して立派な立派な赤ちゃん産んでみせるわ。きっと産んでみせるわ。そうだそうだ。ねえ君、君もここへ入って更生するんだな。何も低層を犯されたからといって焼きになってめちゃめちゃになるなんてことじゃダメだよ。そう、君たちは新しい女にならなきゃいかんね。新しい女は自分一人の幸福や低層を守るだけでなしに、女性全部が愛などせず低層も犯されず自由に幸せに暮らせるような世の中を作ることだ。姉さん、
な。どうだす。ちょっと旦那。おい、ちょっと喧嘩さない。挨拶してな。バイトだったらいとんね。どこにあんた、そんな焼けたらな。入ってんか。入ってる。入ってる。入ってる。な、母ちゃん、頼む。入ってんか。どこにあん。あそこの焼けあったらね。な、頼む。入って。うちはこれでも札のシャリまで食ってきてるやつな。よしよ、こっち来。どこ行くねん。
お前足洗うつもりか。そんなら別れのごちそうしたるよって。おい、はっきり返事し。ごちそうになる。殴るなと、蹴るなと、どんなとして。具合はもうこんなこと言えやめん。お前ら、自分で自分が怖いと思うのか。何？姉さん、もうこんなわいらのような女、一人でもこしらえたらあかんのよ。何？ほら、出たい。おい、お前ら出たいか。Thank you.